はい、皆さんこんにちは、ニンニンです。本日は、大事な話をしていきたいと思います。いつものね、ランタイムさんの話題にはなるんですけど、ランタイムさんが、まあ、自身で公表したこちらの内容ですね。まあこれにはね、もう誹謗中傷ばっかりね、書かれてるんですけど、まあそれは置いといて、特許取ってないんじゃないかと騒いでる方がいるようですが、ビンモリ社が、実用新案登録第3224227号で取得済みですって。何も調べずに憶測で動画を出すのは自身のみならず他の企業を巻き込んでしまうため本当に迷惑な行為なのでやめていただきたいですね。これについてね、まずね、弁護士と特許庁2つ、確認してます。で2つから、回答をもらいました。内容を簡単に伝えていきますね。はい、私がまず一つ、疑問なのが、はい、まずこちら、太陽工業さんが、特許を取得していた、こちらの、空調式マット装置なんですけど、はい、これ昨日ねお話した通り、特許取ったんですけど途中で、特許権利放棄してます。問題なのが、こういうのがすで、にあったにもかかわらず、特許取ることや実用新案の、登録をして権利を取れるのかっていうところなんですよ。はい、この情報は、ランタイムさんの動画のコメント欄にも視聴者さんから送られてきてます、昔にね。もちろんね、彼もねこれを作るにあたっていろいろ調べたでしょう。自身でね空調って言ってるようにね、空調でいろいろ調べて多分出てきます、これ。こんな簡単に、はい、おそらく、本人もこの情報を知ってるはずです。知らないわけがないと思いますね。まずね、弁護士からの、回答になります。知的財産権をねすごい詳しい弁護士さんがいたので、その方に相談しました。はい、まずね、こちらの太陽工業さんが、工事となった後で同じような商品の同一のものや空調式マットの商品から容易に創作できるものは、新規性や進歩性がないため、そのようなものを実用新案登録出願して権利を取得しても、そのような、実用新案権は先の無効理由を有しているため、無効審判を請求されますと無効となります。またそのような瑕疵ある権利に基づく行使はできません。簡単に言います。太陽工業さんが出している、この空調式マットを例えばじゃあ車の中で使おうと思った時に、後ろの、まあ、冷却式は、まあ、結構大きかったり多分電気がいると思うんで車にも持っていけませんよね。そうした場合に扇風機を使おう、 USB を使おう、これ誰でも想像できませんか？多分車中泊してる人とか DIY してる人であれば、まあ、してなくても誰でもねこんなの思いつくと思うんですよ。なんでこんな風にね誰でもね想像できるようなものを盗作した場合にはそれはもう権利主張できませんよというのがまず弁護士の回答です。はい、で2つ目ね、特許庁に確認したのがあります。それは何かというと、ランタイムさんが、考案されたとした空調式寝袋、これはね瓶盛社と、協力して、開発を行いました。でそれをねこの間こんな風にね何も聞いてないんだけどみたいなツイート出してると思います。クラウドファンディングしている、こちらの会社がねおそらくパクったと思われるんですけど、まずね重要なのがランタイムさんが主張するように、ビンモリの会社の中国のまた親会社が、実用新案を出してました。これについて特許庁に確認しました。確かにね、去年の11月に実用新案として登録されてます。ですが実はこの内容であれば消費者さんが1万人いれば1万人同じような内容で全員登録できちゃうんですね。特許取れたみたいな感じでランタイムさん言ってたと思うけど、この会社には何ら権利はまずありません。はい、なんでかというと技術評価っていうものを、まあ、受けないといけないんですね。まあ、4万2000円ぐらいお金かかっちゃうんですけど、それを提出して本当に、あなたの考えた商品はいや他にないのかっていうものを調べて判断してもらう必要あるんですね。その判断の結果あなたの権利ですよって認められない限りは空気循環機能付き人体カバーですね、これに関しては何ら権利ありません。他にパクられても仕方がないものです。実用新案は、はい、無審査なんですね。はい、私どもその実用新案として商品化するためには、はい、技術評価請求っていうものをやってですね、はい、でそこで審査官から鑑定書をもらって1段階から6段階まであるんですけど、はい、
録をもらわないとですね、はい、対抗要件っていう実用新案件を行使できないんですね。はい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 、登録が去年の11月13日に終わってるんですよ。普通であれば評価書の請求ってするんですね。やってないんですよ。普通評価請求はしていないですね。まあ単に出願して登録になったっていうだけですね。でそれなんでかって考えちゃうと、私の憶測としては太陽工業さんの商品があるからですよ。これの類似品だから、そもそもじゃあそんなものしたって通るわけがないと思ってるからじゃないでしょうか。技術評価請求すると、はい、その評価書に新規性がないって言って10年前同じものが出てると、はい、って言って、この実用新案は評価1だっていうことになるわけね。はいはいはい、この案件に関して技術評価請求を出せるわけ、はい、何人も出せますから。その技術評価請求を出して、じゃあこれが本当に適正なのか、はい、適正じゃないのかっていうのを調べてもらえるってことですか。そうそうそう、通常はね、あの、はい、物を売ったりなんだりするときはするのが一般的なんだけど、はい、はい、まあ改良したんだったら、まあ、じゃあ、あの、新規性がないとか、進歩性がないって言われる可能性があるから、まあ出さないのかもしれないね、あえて意図的に。要は、あの、商標登録とかと全然違うんですね。商標登録は、あの、全部ね、あの、ちゃんと審査員が審査して、じゃあそれ登録したらそれ使っていいようなんですけど、実用新案は、登録は誰でもできます。俺たちのものだっていうのは、評価の請求っていうのをしてもらうと、みんな落ちちゃうんですね。要は自分たちのものじゃないじゃんみたいな。それはパクリですよと、盗作ですよと。ただ盗作ってのは悪いものではないです。何回も言ってるけど、パクっていいものができていくっていうのをお話ししてるんで、まあ、盗作がねいいものになってくると思うんですけど、今回に関しては太陽工業さんのこちらのがもう特許済みだったんで、これと類似品は誰の権利にもならないんですよ。本当にね、あなたたちがそれを知ってるのか知らないか分かんないですよ、正直。でも私は貧乏者さんから電話が来て、いかにもね自分たちが権利あるような感じで言われました。それもランタイムさんとつるんでるか知らないけど、確かにね、私があの貧乏者の空調寝袋でもいろいろ検索しても出てこなかったから、そこ見つけられないで公表してしまったのでもちろんなんですけど、結局じゃあそれを見つけたとしても実用新案はそもそもが価値がないんです。それをね、昨日ランタイムさんはねコミュニティを出していろんな人を使って私を誹謗中傷してました。もはやね、それはもう犯罪的行為ですよ。はい、あの、名前出さなければ問題ないじゃないんですよ。名前出さなくても犯罪になっちゃうんですよ。刑事罰になるんですよ。弁護士に確認してください。誹謗中傷でね、犯罪的行為に当たります。それの犯罪集団みたいのをね作っちゃって、これ何やってるんですかね。あなたが勘違いしてなのか、何も調べてないのか、それともみんなを騙してるのか知らないけど、あなたのこの行為によって私がね正しいことを言ってるのにかかわらず、私はたくさんの誹謗中傷に遭いました。これどう責任取るんですか、ランタイムさん。あなたはね、本当に自分にとって都合のいいことだと思ったことは、すぐそういうふうに答える。で、都合の悪いことはだんまり。で、今回はね、私は貧乏者さんの方に実用新案の方を公表させてもらうというのと、謝罪動画を上げるというのをね事前に伝えてました。で、その後ランタイムさんに行くんだろうなと思ったら、案の定ね、ランタイムさんも伝わってね、任意に先に言われるかと思う感じでね、自分でね、こんな内容をね言って人を誹謗中傷させるようなことをしてました。私がその謝罪動画出す前に、視聴者さんからね、ランタイムさんのこの内容は無効だっていうのを複数来てました。3日前4日前からもう実は来てました。類似品も発表されてるし、まあ、自分で公表もしてるから無効だよっていう連絡来てました。でも昨日私ね、落ち度はあると思ったから実用新案の情報を見つけられなかった。それを流してしまった。これに関しては私の落ち度だと思った。私反省して謝罪しました。でもあなたは自分の反省すべきところ、悪かったところ全部だんまりじゃないですか。そして自分が都合がいいと思えば攻撃してきて、自分の手を汚さず誹謗中傷させる。ランタイムさんのところで、そこでいろいろ書いてる人、刑事告訴されてもおかしくありません。そんなことを皆さんしてるんですよ。自覚してください。それは車中泊好きな人、ランタイムさん好きな人、
全員やばい集団と思われますよ。再生数稼ぎだの、お金稼ぎだのと、ランタイムさん呼ばれて、さらにボワーってね、私を誹謗中傷されてるんですけど、私は何事も真正面から戦ってるつもりです。はい。今まで過去ずっと、道の駅とも戦い、行政とも戦い、国とも戦ってます。で、YouTuber とも戦って、で、会社の代表とも戦ってます。で、もちろんね、登録者が低い人でも私は言ってます。何か自分に不適切なことがあれば、私はすぐ謝罪します。で、あなたは、何してるんですか？その人が正しいことをしてれば何も言わないです。道の駅問題もダメだと思ったから私は立ち上がりました。 YouTuber の人たちもこれやりすぎたらダメだと思ったら私は立ち上がってます。それで、ね、何も言われたくないんだったら正しいことしろよ。指摘されるようなことしてるから言われてんだぞ。気づけよ、いい加減。俺だって言いたくないよ、本当に。自分に降りかかった問題を無視することによってどんどん問題が増えてくるんだよ。まあ、ランタイムさんのね、信者さんやファンの方たちだけじゃないけど、こういう YouTube とか Twitter とか名前を言わないで誹謗中傷すれば犯罪にならないやとかじゃないですからね。名前言わなくても関連付けすればそれはもう刑事告訴される対象になります。皆さん覚えておいてください。今回はね、いろいろいろんな人のコメントを見ると、ニンニンを裁判しろ、訴えろとか出てたんですけど、訴えるなら訴えてきてください。ただね、私はあなたから裁判される前に、お前とお前の側近を俺は刑事告訴するからな。それをちゃんと自覚してください。はい。私がなんでこんなことを言ってるのか。ただね、その、ビンモリちゃんの出す、空調寝袋に対しては、私は悪いものだと思ってません。いいものです。夏車中泊する人、私みんな買ってほしいです。アウトドアする人も買ってほしいなと思ってます。なんでかというと、どうしても毎年ね、熱中症で倒れたりとか亡くなってしまう方がいます。この寝袋を購入することによって、命を守れるんだれば、私はみんなに使ってほしい。ただそれがね、本当安全かどうかで、正直まだ分かんない。言い切れない。自分が使ってないからね。決して私はこの商品は悪く言ってません。こういう犯罪集団を作ることによって、ランタイムさんだってキャンピングカー車とかオフ会するじゃないですか。集まるファンとかね、いや、ピース、写真ピースとかっていう人、あの人たちも誹謗中傷したりとか、ペットの動画とかにバットをした人たちだと思われちゃうんですよ。ね、キャンピングカー車とかですげえイメージどんどん悪くなってくるんですよ。自分の立場をどんどん落としてるんですよ。それはキャンピングカー車を開催してる RV 協会さんもよく思ってないんじゃないですか。今日はね、こんな感じになります。ニンニン頑張れよってね、本当に思った方、動画の評価ですね、よろしくお願いします。私はあまりこういう言葉を使いたくないんですよ。で、数年以上、もう何十年も使ってないんですけど、いい加減、大人になるよ、ランタイム。そしてランタイム、勝ち負けじゃねえから。俺に勝ちたいのかもしれないよ、俺にいろいろ言われて。でも勝ち負けじゃないよ、問題解決してさ。いい方向どんどん進んでいこうよ。一緒にこの業界良くしていこうよ。問題解決どんどんしててさ、ランタイムさん悪いとこあると思うよ。そこ素直に反省してさ、リセットしてさ、どんどんいい方向行こうよ。それが俺の目的です。